平野の仕様ととべの1125重大発表に期待。全員集合ライブのわ浮上条。11月17日、エンターテインメント会社、とべの社長である滝沢秀明氏が公式ツイッターを通じてファンに向けて11月25日19時のスケジュールを開けといてください。お楽しみにと発表しました。この重大な発表に対する期待が高まる中、 滝沢市の告知は一体何を審査しているのでしょうか。とべとナンバーアイの最新情報とべは10月15日に元キングプリンスへの平野市要26歳、神宮寺勇太26歳、岸優太28歳で新グループナンバーアイを結成したことを発表しました。しかしこの時点ではまだアーティスト活動は始まっていませんでした。 一方で、11月15日に発売された雑誌、ナイロンジャパングローブルイシュー04では、ナンバーアイが表紙と裏表紙を飾り、デビューが近づいている可能性が示唆されました。ナンバーアイのメンバーである平野市要は、ナイロンのインタビューで、ちょっと膝が傷んできているとしながらも、練習を積んでおり、パフォーマンス力を上げている最中、とコメントしています。 神宮寺も楽曲制作においていろいろ研究しています。と述べ、曲や振り付け、歌などをパフォーマンス割り機で制作していることを明かしています。とべの YouTube チャンネルとファンの期待滝沢氏が11月25日の発表をとべの YouTube チャンネル経由で行うことについて一部のファンからはナンバー I 関係の発表ではとの疑問の声も上がっています。 なぜなら、すでにナンバーアイは独自の公式 YouTube チャンネルを持っており、トベの公式チャンネルを使用する必要性について疑問が投げかけられています。トベの YouTube、ナンバーアイのじゃないの。ってことはえっつ、何といった声がファンの中で広がっています。一部の期待には、トベ全体のコンサートかもですねでも、期待しちゃダメかな。 疑問符や、飛べ公式だから、ナンバーアイのことじゃないか。年末に飛べアーティスト全員で配信ライブやります。簡単ふとかかなといったコメントが寄せられています。飛べの外部振付師募集とライブ開催の噂一部で囁かれている情報によれば、飛べは現在外部の振付師を募集しているとの話が広がっています。これは、 トベが大勢のダンサーに対して振り付けを行う必要がある状況を示唆しています。レコード会社関係者によれば、大勢でダンスパフォーマンスをする場合、曲に振り付けを当てる、フリーれをしますが、これが12月から開始できるようにトベが動いていると言います。とのことです。 止めには事故で振付ができるタレントが多く在籍しているため、外部の振付師が必要となる理由は、大勢のバックダンサーやキズたちへの振付のためであるとされています。そして、大勢のバックダンサーが必要な状況は、つまりライブやコンサートの開催を示唆している可能性があります。 飛べタレント全員集合ライブの開催か一般的に1曲の振り付けを完璧にマスターするには1ヶ月は必要だと言われています。12月に振り入れがスタートするとの話から逆算すると本番は2024年頭の1、2月頃になると考えられます。この時点で飛べが旧ジャニーズや韓国の大手プロダクションに負けない存在としてタレント総出演の 飛べ祭りを開くのではないかとの噂が広がっています。ファンの期待が高まっている中、飛べの大鳥にナンバーアイが登場し、デビュー曲のお披露目を果たすのではないかと予想されています。平野さんがナイロンで話していたように、パフォーマンス力をより上げて、金プリ時代を超える最高のパフォーマンスを見せてくれるのではないでしょうか、との期待の声も上がっています。 平野紫仕様は、ダンサーで振付師のリーハタトップのコラボダンス動画をインスタグラムに投稿しており、その腕前が以前の時代よりも向上していることが明らかにされています。激しいトレーニングを積んだ最高のパフォーマンスで、ナンバーアイハトベとともに、世界への第一歩を踏み出すことに期待が寄せられています。 飛べの11月25日の重大発表には多くのファンが期待と興奮を抱いています。外部振付師の募集やフリーレの開始といった情報から、飛べがライブやコンサートの開催に向けて動いている可能性が浮上しています。特に飛べタレント全員が集結する。 トベ祭りの開催が噂され、その大鳥にはナンバー I が登場しデビュー曲を披露するのではないかと期待されています。平野紫耀の成長したパフォーマンス力が新たなステージでの成功をもたらすことでしょう。ファンたちは11月25日の発表を心待ちにしています。